で、そして、次のテーマ、事業のパッケージ化ですね。これも初めの一歩を踏み出そうに書いてあります。で、これはどういうことかというと、商品の代わりに事業を売れるようにするということです。で、あの本の中ではですね、その経営者の一番の大きな目的っていうのは、会社を売ることだというふうに書いてあります。まあ、我々の観点から言うとですね、その会社を売らないといけないというわけじゃないんだけれども、会社を売れる状態にしていくというのが非常に大切ですね。で、経営者の仕事っていうのは商品を売ることじゃなくて、事業を売れるようにすることっていうことですね。で、この違いを理解するのが非常に仕組み系の中では大切になってきます。経営者の仕事は会社を売れる状態にすることだということですね。で、会社を売れる状態にするってことは、要するに、皆さんがその自分の今の会社ですね、そこを離れて別の経営者が皆さんの会社を経営することになったとしても、うまく経営できるということです。で、それがイコール仕組み化されているということですね。で、ここの、妥当性というか、そこのですね、信憑性がない限り、皆さんの会社っていうのは売ることができないわけです。で、今、中小企業の中でもですね、M&A が非常に流行っています。おそらくこの流れはずっと続くと思うんですけれども、要するに自分の会社をですね、売るっていうのが経営者にとっては現実的な選択肢の一つになってきてるわけですね。で、その時にじゃあどうすれば売れるのかということですね。どうすれば自分の望むような金額で会社が売れるのかっていうことなんですけれども、これ仕組み化してないとですね、会社っていうのは売れないわけですね。なぜかというと、その買い手というのは、その皆さんの会社を買ってですね、経営者を変えるわけですね。皆さんがその経営から離脱して、その買った会社から誰かを送り込んでくるわけです。で、その経営者が変わってもうまく経営できそうだなというような、信憑性がない限り、皆さんの会社を買ってくれることはないわけです。皆さんがいないとその会社は運営できないんであれば、買う意味がないというか、買ってもうまくいかないっていうのがわかるので、売れないわけですね。で、この事業のパッケージ化の話をするときに、いつもガーバー氏が言うのがですね、マクドナルドの話なんですけれども、まあ、レイクロックっていうですね、マクドナルドの実質的な創業者がいます。で、本当はですね、マクドナルドっていうのはマクドナルド兄弟っていう2人で作ったお店なんですけれども、まあ、1店舗しかなかったわけですね。で、そこにこのレイクロックっていう人がやってきて、そのお店をフランチャイズ展開したいということで、その権利を買うわけです。で、そこからもう全世界に展開していくということで、まあ、今のマクドナルドの実質的な創業者はこのレイクロックっていう人ですね。で、この辺の中に関しては、ファウンダーっていうですね、映画がありますので、それ見ていただくと面白いかなと思います。で、レイクロックがやったのはですね、要するにフランチャイズ化したってことなんですけれども、当時あんまりフランチャイズってなかったんですね。で、マクドナルドっていうのは、まあ、一般の人から見るとですね、ハンバーガー屋さんだというふうに思われてますけれども、実はあれはハンバーガービジネスを売っているということですね。マクドナルドというハンバーガービジネスをこれから起業したい人とかですね、実業家向けに売っていたということですね。それがフランチャイズシステムということです。なので、レイクロックの一番のお客さんというのは、マクドナルドにやってきてハンバーガーを買ってくれる人じゃなくて、そのフランチャイズ券を買ってくれる人、要するにハンバーガービジネスをこれからやりたいと。いう人、その人がお客様だったわけです。で、そのお客さんが成功するように、いろんな仕組みを整えたことが、レイクロックが、このマクドナルドを広められた大きな理由なわけですね。で、これが商品を売るんじゃなくて、事業を売れということです。で、そして、一個ですね、私が好きな言葉をご紹介をしておきます。永遠に所有していけるように、しかし明日にでも売却できるように、今日のビジネス構築に励めた。ということですね。まあ、さっき言った通り、経営者の仕事っていうのは会社を売れる状態にすることだと。で、重要なのは会社を売るかどうかじゃなくて、いつでも売れる状態にしておくことだということですね。これが事業のパッケージ化というお話になります。